黒部は戸部がそのままこの第3セットも出場しています。第3セットデンソー松井のサーブからです。この第2セットは松井のサーブから連続得点がありました。ここは1本でしっかり切ってきました。途中から今日の試合コートに入っている戸部です。この第3セットは先制点は黒部。これはサーブアウトになりました。梅津も今日は途中からコートに入っています。この第3セットは最初からゲームに入っています。これはレシーブ少し乱れた、サービスエースになりました。中本のサービスエース。中本のサーブ続きます。プッシュした、これはコートに落ちています。高橋、今日はこの高橋も非常に得点に絡んできています。今ので5得点目、2対2の同点。ここはサーブアウトになりました。黒部は2本連続でサーブがミスになっています。3対2。コクラムがレシーブ自分で打っていった、ここはブロックタッチがありました。3対3の同点です。コクラムのサーブ、ネリマンだ、強烈なスパイク決まりました。4対3。ネリマンは今日ブロック3本、そしてこれでスパイク13点目ということで16得点。ブロード、しかし上げている、こちらもブロード攻撃、アンダーになった、これは返すだけ、チャンスボールだ。反則がありました。伝送のポイントです。5対3。ネリマンのサーブが続きます。これは決まっています。レフトから高橋は今日は非常に打数は多くなっています。今のスパイクで24本目。ツーアタック返ってきた、アンダーで上げて兵道、なんとか返しています。黒部、松井は誰を使う、バックからネリマン、うわここはいいスパイク打ってきましたが、それでも上げています。伝送、兵道、これも返す、黒部、いや素晴らしい。最後は梅津でしょうか、よく拾って最後は決めました。黒部です。シーブ上がる、ネリマンだ、これはよく拾っているコクラム、押し合いは、ここはちょっと連携が乱れました。菊池から山口への速攻を狙っていきましたが合いませんでした。6対5、伝送1点リードです。しっかり返っている、
バックからコクラム、あっとしかしこれはアウトになりました。7対5、デンソーの連続ポイントになります。このサーブどうか、今度は決めてきました。7対6、黒部もこの第3セットは食らいついていきます。ここはプッシュ、フェイントが決まりました。横田さやかです。横田さやかも今日これで7得点。しっかり上がった。コクラムフェイント、しかしこれを上げている。ネリマンバックからコクラムのバックアタック、決まっています。ブロックアウト。8対7。さあ黒部も食らいつきます。前走の速攻上げている。センター攻撃、ライレフトからブロックだ。これはブロックアウトになっています。黒部の得点、同点に追いつきました。8対8。中本を決めています。レフトから、ここは大事なポイント、しっかり中本が決めてきました。9対8、デンソー1点のリード。松井のサーブ、ここはサーブミスになりました。9対9の同点。非常に接戦になっています、この第3セットです。これはサーブで乱した、返すだけになった。黒部のチャンス、コクラムだ、返ってくる。速攻を使った、戸部の速攻決まりました。10対9。黒部この第3セット初めてリードを奪います。10対9と逆転に成功。黒部これも乱したぞ。中本のこれは返りません。さあ11対9、黒部がじわじわと引き離しにかかります。梅津のサーブが続きます。今度はしっかり返った、ネリマンです。11対10の前走がここは1本切りました。これもサーブレシーブ少し乱れている。高橋決めてきました。先に12点目を取ったのは黒部。タイムアウトになります。12対10、テクニカルタイムアウトの時点では黒部が2点をリードということになりました。この第3セットは一時リードを奪われながらも黒部も懸命に食らいついて逆転に成功しています。黒部はここまでコクラムが13得点、そして高橋も7得点と、この2人がポイントゲッターになっています。あとはセンター戦では中村山口がそれぞれ4得点と、こちらもまずまずポイントを上げている状況。そし
して途中からコートに入った梅津がすでに3点を挙げ、また途中からセンターポジションミドルブロッカーに入ったとても今日はいい働きを見せています。先週のゲームでも先週交代から流れを引き戻していった黒部、2セットダウンと苦しいゲーム展開ですが、この第3セットからの反撃あるでしょうか。12対10と黒部が2点のリード。これもサーブレシーブ乱しています。しかしここは決めてきました。伝統強度です。12対11黒部が1点のリード。しっかり返した。速攻が決まっています。山口です。このセンターからの速攻、速い攻撃が非常に今日は黒部効果的に決まっています。ネリバン、強烈なスパイクでした。ストレートに抜いてきました。そのネリマンのサーブしっかり返った。しかしここはリベロが入っている。決めてきました。東堂が決めて同点に追いつきました。伝統です。第1セットでもリードを奪われる展開から追いつき、そして逆転に成功した伝統。ここはサーブが乱れた。サーブレシーブ乱れました。サービスエースになります。14対13、伝統逆転に成功。逆転されて黒部がタイムアウトを取りました。14対13、伝統1点リード。このネリマンの強烈なスパイクから強度のスパイクで同点に追いついて、そしてネリマンのサービスエース、これで逆転に成功しています。伝送です。さあ黒部はまずこのネリマンのサーブ1本切りたいところです。今度はしっかり返った。コクラムバックから、しかし上げている。これは返すだけになりました。速攻だ。ブロード攻撃、山口が決めています。14対14、同点に追いつきました黒部。サービスエース、ここはいいサーブでした。高橋、再び黒部が逆転に成功。ストーンと落ちました。15対14、黒部のリードに変わっています。フェイントになったが、これはしっかりフォローしている。コクラムのバックアタック、上げて強度を落としました。ここは冷静にコートの空いているところを見ていました。15対15、再び伝送が同点に追いつきます。得点を挙げた兵道がサーブに下がります。これはサーブレシーブ乱れた。ブロック、伝送ブロックポイント。16対15、ここはサーブレシーブが乱れました。強引に黒部も打っていきましたが、ブロック捕まっています。
今度はしっかり返る、打ち込んでいった。しかしデンソーも攻撃、フェイントだ、上がっている、返していった、バックからネリマン入っている、ブロック、ガッツポーズは横田さやか。梅津のスパイクしっかり2枚ついていました。デンソーが2点リード、じわりと差を広げていきます。バックから、このコクランのスパイク曲がっている、ダイレクトにいった。コクラムのスパイクからそのままコートに戻ってきたボールをダイレクトで打っていきました。17対16です。しっかり松井に返っている、難しいボールとか打っていった、よく決めました。いや、バックからかなり離れたところからの打っていった梅津、いや、よく決めました。同点に追いついた黒部です。中本上がっている、これも上がった、連想攻撃、もう一回中本ブロックだ、しかしフォローがある、中本使ってくる、ブロックアウト。ここは続けて中本を使ってきました松井です。18対17と伝統リードで、リリーフサーバー森谷文香、一気に引き離すか、それともここは黒部がしっかりと切るか。サーブで乱したコクラム、決めています。コクラムのバックアタックです。コクラムはこれで今日14得点。横田さやかがコートに戻ってきました。この第3セットは接戦のゲーム展開。中本これは上がっています、アンダーで上げてブロック触っている、拾っている、よく返した、黒部のチャンスボール、コクラムブロックだ、横田真美止まっています。横田真美と中本は、中本でしたか、ここは中本がブロックでコクラムをシャットアウト。速攻だ、フェイント、今日は途中からコートに入っている戸部もこのミドルブロッカー、センター戦よく活躍しています。19対19、さあ一進一退の攻防になってきました。サイドアウトが続きます。梅津のサーブ、これが乱れた、押し合いになって返すだけになった。さあ黒部チャンス、速攻だ、戸部です、戸部の速攻よく決まっています。20対19、さあここでデンソーがタイムアウトを取りました。中盤1点のリードを奪われたところでデンソータイムアウト。20対19、1点リードは黒部です。梅津のサーブから少し流れを引き寄せ気味になっています。このまま一気に持ってこれるか。さあデンソーはタイムアウトを取って、ここはまずサーブを一本切りたいところ。梅津のサーブが続きます。これはしっかり返った、決めてきました、ネリマンです。
簡単には引き離されません。デンソー20対20の同点。中本です。このセットサービスエースも1本あります。高橋ネリマンプッシュ、コクラムが打ってくる、ブロックフォロー返すだけ、ネリマンが呼んだ、コクラム打ってくる、上がっている、アンダーで上げてネリマンだ、ブロック、コクラムが止めました。21対20、ここで黒部山城がリリーフサーバーで出てきました。21対20、さあ黒部が1点のリード、しっかり上がった、あっとブロックだ、ネリマンを2本止めました。22対20、黒部が2点リード。ここでデンソー2度目のタイムアウト。今日19得点のネリマンをこの終盤大事な場面で2本止めました。1本目はこのコクラムのブロック、そして2本目は山口が止めています。22対20、黒部2点のリード。さあこの第3セットリードを奪います。リリーフサーバーで出場の山城のサーブが続きます。ここはネットにかかりました。21対21、さあデンソーもリリーフサーバー吉田美奈美です。黒部は戸部がコートに戻ります。さあデンソーもリリーフサーバー吉田、これはしっかり上がっている。高橋ブロックやかけた、ネリマン、しかしここは黒部も上げている、高橋だ、打ち込んできました、強烈なスパイク。横田がここで入ります。コートに戻ってきました横田真美。ここはもうネリマンに続けてボールを回してきます。23対22、これでネリマンは20得点目。そのネリマンがサーブに下がります。速攻だ、決めてきました、24点目。第3セットは黒部がセットポイント。ここで小杉凛花がコートに入ってきました。リリーフサーバー、24対22、セットポイントを握っています黒部。これは決めてきました、横田さやかのブロード攻撃。24対23、さあ高橋亜美がコートに戻ってきました。黒部セットポイントは黒部です。しのげるかデンソー、それともここで決めるか黒部。しっかり上がった、バックからコクラム決めました、
第3セットは黒部が取りました。最後はしっかりサーブレシーブも決まって、コクラムのバックアタックが決まっています。第3セットは接戦をものにしました黒部。